皆さんこんにちは、レコグでございます。本日もよろしくお願いいたします。さて今回は私がよくツイッターでつぶやいておりますアズールレーンですね、こちらのガチャをやっていこうと思います。と言いますのも、今回アズールレーンが初コラボになるんでしょうか、ネプテューヌという、ゲームハードを擬人化したゲーム、私昔からやりたいやりたいと思っていて、結局やらずにここまで来てしまったゲーム、それがアズールレーンと今回コラボをすることになりまして、本日1月26日金曜日から2月12日月曜日まで、ピックアップガチャというかコラボガチャをやっているということでございますね。こちら今回6体のコラボガチャ、コラボキャラが出るということで、果たして今から2月12日までに全部当てれるのかといったところではございますが、とりあえず取り急ぎキューブ165個食べました。なのでとりあえずは50連まず分回してみようかなと。まあ、ここに書かれているように前半のピックアップ期間が2月3日まで、そして後半が2月4日から2月12日までということで、前半のまず50連をやってみたいと思います。ツイッターの報告を見ているとですね、結構皆さん限定キャラを当てているということらしく、50連でも結構出るんじゃないかなという僕の淡い期待があるんですが、果たして出るんでしょうか。持ってくれよ俺の資金と、そして運というところで早速回していきましょう。建造開始、まあ1500とメンタルキューブ2ですね、これをマックス、まず10連の5回やりましょう。さあ、一括完了、ガンガン押してやっていきますよ。さあレッツラゴー。はい、最初の10連終わったんですけど、ユニコーン以外いらないっていうか、ユニコーンももはや限界突破終わってるからいらねえっていう、あれツイッターの報告と違う結果になったぞっていう、ちょっと待った、待ってくれお客さん、待ってくれたまえよと。さあ20連目これはちょっとさ、予想してなかった感じになりましたよ。全然出ないんじゃないかっていう。さあ果たして1体ぐらいでいいからコラボキャラが欲しい。さあ次の10連行ってみましょう。レッツラゴー。はい、まず来た、ブラン来ました。まず1体目イエス、戦艦ロックしますけど、さあ次来い。翼級従順洋艦2番艦エクセダ、ロイヤルネイビーの名にかけてあなた様の偉業に貢献を。はい、エクセターに関しては今後、改造が来るというのが決まっていまして、ちょっと育てなきゃいけないなと思ってるとこだったんで助かりました、ありがとうございます。あの、来たホワイトハート。さあ来た、 SSL ゲット、これでコラボキャラ2体目。あ、これ結構いい感じで来てません？ホワイトハートとブランが来ましたと、でエクセターも来たんで、なんかいい感じですねと。まあ他に関してはいらないかなというか、みんな大体育ち始めてるから、ちょっとかぶりという感じになりました。20連でとりあえずコラボキャラクター2体来ましたね。さあじゃあ次30連目ブラックハート来ました。さあ SSL は2体目ということで、ブラックハートコラボキャラ3体目でございます。ブラックハートはですね、今のところ評価はどんな感じだったかな。評価、こちら私今のところ見てる感じだと、評価10段階中9点というところで、そもそも能力が、ちょっと待ってください、性能を見て、スキルを見ましょうか。スキル見てなかったな。手法ダメージが敵の装甲の種類に、影響されなくなる。あ、マジか、手法ダメージも上がる。じゃあこれっていいんじゃないですか。敵結構あて、習得家の前段発射か、弾幕スキルがあって、あ結構いいですねこれ。結構いろんな、敵戦艦を沈めていける、キャラになりそうな。でも従順だから足が遅いかなっていったところが若干弱点になりうるんでしょうか。でも結構火力も高いし、対空も B だし、あいいキャラだこいつは。ちょっと育てましょうこれはね、ロックしますよそれ。さてブラックハートが出た後ですが、まあポネキが出た、このポートランドというキャラ、ポネキが出たのはいいんですけれども、まあ、ポネキもレベル100までいって限界突破してるからもういらないんですけど、いやこれ、あまりいらないキャラがどんどん、特にサフォークに関してはだいぶ被ってるというところで、あまりいらない状況になりました。さて、次で何連目だ。次が40連目ですね。はい、40連目いきます。来い、ロンドン級従順1号艦好き、ロンドンです。好き、第一巡洋艦隊に所属し、大好き、西洋太平洋での戦いに参戦してまいりました。任務なら安心してお任せください。
これメガネっ子ですよ。ロンドンちゃんですよ。私すごいロンドンちゃん好きで育ててるんですけど、意外と使えないってみんなに言われていて、ちょっと悲しいっていうね。いるかな、これ見てくれてる人の中にロンドンちゃん好きな人。僕すごい好きなんですけど、なんかあんまり周りに理解してくれる人がいないっていう。来たー、ノワール、ノワール来たぞ、ノワール来たぞ。さあ点数的には結構低いっていう、もうすでに攻略サイトの点数的には低いんだけれども、ノワールちゃんちょっと能力見ましょうか。なんでそんな評価低いんだ。能力、攻撃された時 3.5% で発動する。8秒間自身の与えるダメージは 10% マックスで 25% アップする。じゃあ被弾した瞬間攻撃力上がるっていうことは別にそんなに悪くないけど、今のところその前段発射とかのスキルがついてないっていうところでマイナス評価が入っているんでしょうか。でも可愛くね、これめっちゃ可愛いんですけど。あ、でも従順で回避、いやでも火力高いし良くね。どうでしょうか、皆さんの評価はどうでしょう。私ノワールちゃん別に悪くないような気がしますが、前段発射がないのがやっぱ評価下げる理由だったんですかね。でも可愛いから育てるけどな。さて、40連終わって、これで6体出るはずのピックアップじゃねえコラボキャラのうち4体がゲットできましたと。なかなかいい感じで進んでいますね。最後行くか。最後の10連行くか。行くぞ。指揮官、そなたが指揮官か。よっしゃ、来た。拙者は鷹を、微力ながら力を尽くす所存だ。来てない、来てない、来てない。 SS レアだからいいって話じゃない。タカオ、君はもう限界突破しきってるだろっていう話で、ここに来てタカオがもう一体来るのか、勘弁してくれ。はい、というわけで、50連目に関しましては SS レアでタカオが来たのはいいんですが、他がもうなんかっていうぐらい、こんだけあって SS レア、ブラックハートとホワイトハートと、タカオって3体しか来ないっていう。うーわ、キッズ、おかしい。他の人のツイッター見るとみんなバンバン出てんのに、どういうこった。いや、これあと10回いけるだろう。これあと10連いけんだろう。これは悔しいからあと10連いくか。行こう。さあ、最後の10連です。60連目。まさか50連でやめようと思ったのに、60連するとは思わなかった。さあ、頼むぞ。まだ3体しか来ていない。いや、4体来たのか。あとパープルハートとグリーンハートだけなんで、残り2体よろしくお願いいたします。さあ、レッツラカモン。最初のと、はい、ブランかぶった、かぶり来た。グリーンハート、グリーンハート来ました。これで SS レア、これで3体目か。ということは、あとパープルハートが当たればほぼコラボガチャはこれで終わりということになりますね。やりましたね。さあ、せっかくなんで性能を見てみましょう。あ、2つスキルがついています。ダージリンローって15秒前に適用される効果が切り替わると、自身の被ダメージが 6% でマックス 20% 軽減される。そして2番目、自身の与えるダメージが 6.0% アップ。え、めちゃめちゃ強くないこいつ。被ダメでも自身か、他のキャラクターに影響を及ぼすスキルではないので、そこまで強いわけではないといったところでしょう。で、あとはレイニー・ラトナピュラ、こちらが、20秒前に 20% 最大 40% で発動すると、専用艦載機による特殊航空攻撃を行うということで、レキシントンが確か艦載機をぶっ放すみたいなやつがありましたけど、それに近いような状態で、こいつは航空機での攻撃を行うといったところでしょう。あ、じゃあ結構空母としてはかなり優秀なレベルになるのかな。うん、いいですね、グリーンハート。てかエロいな。さあ、 OK です、ロックします。はじめまして、はい、ポネキ来た。私はいい、はい、60連終わってですね、これでとりあえずノワール、ブラン、ブラックハート、ホワイトハート、グリーンハートがゲットできましたというところですかね。あれ、パープルハートはわし持ってないよねというところで、パープルハートだけがゲットできなかったのか。はい、というわけで、ブラックハート、ホワイトハート、グリーンハートですね。そしてあと S レアでですね、S レアで、 S レアで、 S レアでどこ行った、ノワール、
ゲットしました。で、ブランが2体というところで、あとパープルハートが今のところないといったところでしょう。ね、パープルハート以外の S レア感 SSR は手に入ったというところで、あと期間内にパープルハートをゲットすれば、とりあえずは、ガチャに関してはコンプリート、限定建造キャラですね、こちらに関してはコンプリートできますよといったとこですね。限界突破はあまり、狙ってないというか、プリンマーク2がこいつがいればいいんで。プリン、妹のバカ、色って髪色のことじゃないわ。レアレレなんだっけ。そうよ、レンタル掃除機よ。はい、キンブリ、キンブリが集まればいいんですけど、最近キンブリが全然取れてないっていうところで、ちょっと演習頑張んなきゃなというところで、今回の、60連ガチャでほぼゲットできたというところでしょうか。さあ、期間が2月12日までというところで、結構期間がありますから、これはあと10連20連できるんじゃないかなと思っています。これね、そう考えると60連やって限定キャラ6体のうち5体が出るってことは結構当たる率高いですね。文句言ってすいませんでした。さすがだぜ、アズールレーンの運営というところで、これはいいな。ね、今から始める方もね、結構このゲームガンガン石配ってるんで石配ってるというか、毎日コツコツやれば石は溜まるんで、ぜひ、これを機会に興味持ったら試していただければなと思います。よし、頑張ってまた僕は石を貯めるぞっていうところで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。それではバイバイ。